たな任務にアクセスするため探索し情報と戦利品を確保しろ。なんか遠そうだな。敵の脅威が高いため交戦が予想される。うん、ああ遠いっす。あれ時計台ってどこだったっけ？ F7 とか F7E7 あたり。そうだったよね。線路挟んで、うん、この辺だったかな。おうどうしようかな。それとも先にこの船行く。いい。そっち行こうか。一応今なんか契約見っけたからピンだけしたけど。セキュアニュークリア、え、これか我々のタスクって。セキュア、セキュアニュークリア放射性物質核をこうじゃね。ならこれやね。なんでタスクと名前一緒にしてくれ。じゃあセキュアニュークリアマテリアルしちゃおう。あ、もういっか。脱出フェイクだけでなんか呼んでみようかなと思ったけど、あのさすがに COD そんな策にハマる人もいなければ気づく人もいないと思う。いやいや、それバカにしすぎだろう。あ、そうそう、なんだっけ、ハードディスク、あ違う、ハードディスクか。ああそうだ。え、敵おるん？いや別に、あ、あの NPC っす。とりあえず倒しちゃう。ちなみにこれはまだサプレッサーついてませんと。もう一瞬でバレたが。NPC にバレたって。硬くなけりゃ。これで PMC が寄ってくるんよ。まあいいけど。まあいいけど、帰るち。強気な。あ、甘々巻いとこうね。忘れた。柔らか兵士、基本結所で飛ぶ兵士もアーマープレート落としてくれりゃな、まだいいのに。お、あ、ハードディスクあった？全然全然。フラッシュ版。こういうところに非常食。ないな。ニュークリアってことはさ、もしかして汚染地帯行けとかっていう任務だったりする？どうなんだろう。とりあえず受ける。報酬は3500。ちょぼ。ウルトラは影響が核物質を戦域内に隠している。核物質回収してくれ。そんだけか。そんだけ。てかちっか、すぐそこやん。あ、外貨カウンターを手に入れて汚染物質探せとかじゃなくて、エリアに入れ。これか。え、すぐそこだけ。すぐそこじゃん。武器、なんか武器の箱持ってるやつ、あれじゃないもん、さっきのあの脱出して。え、ちょっとやっちゃう。いいんじゃね。なんてか、もう狙われて。いや違う、あれ NPC。 敵の攻撃を、ローバーを破壊した。あ、びっくりした。あれやれるかもしれないな。了解。なし、どなどなしちゃう。待って、あー NPC がびっくりした。あ、あれ PMC だな。他の PMC も寄ってきた。ちょっと、いいところを見つけたい。見えない。ちょっと俺、いる場所が悪い。ヘリの後ろから
車線通せば中狙い放題なんだけどな。岩が邪魔くせえ。うん、帰っちゃった。で、地上に PMC 多分いるよ、別の。ここここここ、一人ダウンしてる。ちょっと待って、ごめん。後ろのね、NPC にめっちゃ撃たれてるよ。ちょっと後ろ下がって、後ろの NPC 片付ける。うざすぎる。やった。ちょっと待って、あそこまだダウン。この辺いると思うよ、まだ。オッケー。いや、どうだろう、建物。とりあえず建物上に乗るわ、後ろの。え、どうなったんだろう、ちょっとわからん。あ、回収機呼んでる、回収機呼んでる。見える？見えねえな。こっち来た方がいいと思うよ。え、でも回収機の場所めっちゃ車線通ってんだよ、こっかを。あ、違うな、ヘリ帰ったから回収可能になっただけか。ちょっと近づくね。マジ？え？え、いねえ。いない。どこ行った？確かに。あれ、敵の PMC じゃなくて仲間だったのかな。一緒に乗っかって帰ったとか。いや、3人乗ってたけど、ね、さっきのヘリ。え、じゃあ俺が撃ったやつは。あれ、あれじゃない、キックされて落ちたんじゃね。あ、いや、落ちてるな。物落ちてるけどバッグないな。まあいっか。うんうん。アーマーはない。はい、俺はさっき後ろから撃たれまくってしゃあねえな、くれてやるよ。あーざっす。で、何をすりゃいいんだい、これ。あのエリアに入って、もう分からん、入れとしか言われてねえ。明らかに兵士いそうだけど。それは思った。で、外貨カウンターで数値が出るからさ、多分あれでしょ、数値が上がるところに何かあるんじゃないの。付近に目標があるはずだ。今なんか NPC いたな。ガスマスクあるよ。この辺アーマープレートがさある。ピンつけとく、うん、これも。ああ、数値高いな。こっち全然兵士いないんだけど、そっちばっかいるかもね。ああ、あ、つうか金庫があるぞ。まさか金庫の中ってわけじゃないのか。あ、やべ、ま、間違った、ドリルさせちゃった。金庫の周囲は危険だ、銃撃戦に備えろ。あ、待って、近くに兵士降りてきたわ。めんどくせえ。マジ、うん、え、じゃあ俺この監視塔に登って、ここやで。覚悟して撃ってくるの。あ、ちょうど電車、あ、割れてる、あれ。こいつら電車を貫通して、貫通してきた。なんつうやつら。あ、使えばい、金庫のドリルが解除されちゃう。
浜はないよ。で、そこら中に落ちてるの。なくね。あ、めちゃくちゃキャッシュ、3万キャッシュ、うますぎ。あとエアストライク手に入った。核燃料、あ、それだったんだ。え、じゃあ同じような隠し穴かなんかに入ってんじゃないの、タスクアイテムが。なるほど。ガイガーカウンターの意味よ。え、銃声したよね。うん、明らかに今のは NPC っぽくないな。目標を回収地点まで運べば。で進んだ、あ、進んだね。ああ、で回収せんといかんだ。じゃあ帰ってもいいな。帰るか。うん、めんどくさいしこれ、死ぬの。まあまあ渡しとくか、とりあえず。世話がかかるな。はい。悪かったな。自分の服ぐらいは自分で用意してくれ。いや、ちょっとやんちゃだから服すぐのためにしやる。PMC に削られてるわけではないだろ。この辺にハードディスクあったりせんかな。あー、あってほしいな。めんどくさいもんな。うちのなんかありそうだけどな。コンピューターに無縁そうな建物だけどな。お、上に私。お、どれ、草越しだから何も見えねえんだよ。え、どれ、いた。もうまた削れた。バカだれ。もう今の俺悪くねえだろ。とりあえず呼んじゃう。どう考えても悪くねえ。まだまだ姿を隠す技がね、足りないんじゃね。わざ、あ、コンピューターある。それは技なしだわ。技なし。ハード来た。お、来た。ハードディスク見つけたわ。帰ろうぜ。ウルトラワン、ダイの方は着陸する。安全を確保してくれ。さっきの明らかに NPC じゃなかった銃声気になる。あ、あれ PMC。 あ、スピンさせね。N 方向、今パラシュート開いてるやつがいた。 N？ まあでもだいぶ遠いわ。入りましょう。距離ありすぎるとピンさせないの。まあまあ、はい、あ、キャッシュがめちゃくちゃ手に入っちゃった。全部経験値になる。オペレーターキルカウントあるわ。1倒してたの。倒してたんだ。はい。ただまあ例のごとくバグなんかでバックが見えないと。アルマズラへようこそ。どこ？海岸近いんじゃね？うん。近いけどこっちか。じゃあ時計台行こう。すぐそこじゃん。この辺だったよね。今のあのこう、そうそう、その。はいはいはい。つかさ、あのロケーション6つってさ、これ1マッチだけで、あ、1回のマッチでか。
じゃあ毎回リスポンする場所変わるからさ、累計プレイで条件満たされるならね、マジでほっといても終わりやつかと思ったけど、1マッチでじゃあ、そういうわけじゃないのかこれ。そういうわけじゃないよ、一つのマッチでちゃんと回れっちゅうこった。はあ、タック M 購買率スコープにすればよかった。いや、この汚染地帯も懐かしいな。懐かしい。あれさ、弱体前はなんかロードキルで一瞬で終わったらしいんだよ。ああ、らしいね。だけど、それアップデートで。もう、できなくなったね。できなくなった。じゃあ何回も引けばいいってこと？いやいや。できなくなったってのは近づくと EMP で車が無効化されるらしい、ね。ああ、さすがケミストって感じ。ああ、まあ、巻いとけよ、忘れないうちに。いやー、どうせ NPC に削られるんだよな。そっ、ここぼちぼち NPC いるのか。あ、あれか。いやー、これ一発決殺じゃないからさ、建物の上とかでさ、這いずりになったら撃てんよ。厄介だわ。スナイパーだな。怪我するな。無理無理無理。あれ、なんかもう一人ぐらいいたような。あ、いた。あ、おーま。あれ、もう3カ所重要地点行ったのこれ。本当にすぐ終わりそうだな。いつの間に。あった。あの時計台に行って、そのまあロケーションを無事発見できれば、このまま船の方面向かいまで行こうと。あ、やべ、トークン使うの忘れてた。でもね、あの時計台周辺さ、結構 NPC が多いよね。めっちゃいたね。多分あの建物の1階か、ちょっともう一回鍵見とこう。側面にクロックリペアツールと書かれた鍵しか説明がないから。側面、あ、鍵にそう書かれてるってだけね。だからタスクはさ、施錠されたスペースを解錠せよって。だからなんかスペースって言われたら部屋っぽいじゃん。わからんけど、なんかね、タスクの日本語訳結構適当らしいから、ね、でしょうね。当てにならん。 NPC 車両。ああ、 NPC。 ああ、止まっちゃったよ。たっけん、弾少ねえんだよな。スナイパーにするべきよ。いや、俺はこれをあのレベル上げしないといけないから使ってるんで。新武器のスナイパーはいいよ、とても。多分まだアンロックされてないと思う。あ、されてたかな。バトルパスで勝手に手に入れる。いや、もう一発でこいつら倒れやがる。諦めんなよ。それヘッショなら一撃だよ。まあハンドガンでもそうなんだけど。いや、俺当倍サイトにしちゃったんよ。ああ、やったな。やったわ。どっからってきた。あれか。で、ここなわけだけど、側面、いや、だから、うん、鍵は、鍵は、鍵はね。どっかロックされてる部屋かなんかあるか。うわ、ちょっと硬いやつらがいる。ほら、こいつらはだいたいアーマープレート落とすから稼ぎ時だよ。今めっちゃ倒し弾なくなったからミューニション置くわ。うん、ほい、ここに弾薬をドロップする。オッケー、俺もなくなったら使うわ。
ほんとこのガソリンスタンド無駄に確定兵士がいるんだよね。いるの？マジで。プレート巻いとけ、プレートを。プレート。今さ、この時計台ざっと一回周り見たけどさ、解錠できそうなドアなんてないからさ、もう片方の時計台のボックスの話してる？もしかして。前ここ上がって右側の時計台だけチェックしたからさ。あれ、もう一個あったの？箱。え？あ、でも時計台ってこれだけか。これか？違うね。クロックリペアツール、鍵を使い施錠されたスペースを解錠せよ。マップにそんなタスク発生してる？いやいや、なさそうだよね。マジで時計台まだある？もしかして。そういう、ちょっと解錠しちゃっていい？このボックスもう一回。いいしちゃうね。解錠した。自作品を追っているのが辛いので、アーカイブ配信お願いします。え、こんにちは。DMZ はアーカイブで残す予定なので、少々お待ちください。今さ、開けたんだけどさ、違う鍵が入ってたぞ、今度。運河のアパート103を解錠可能。あ、じゃあ、まあ、とりあえずそれ行ってみればええんでね。わからんけど。つかめちゃめちゃラグくなってきた。なんか今めっちゃラグいんだけど。なになになに。ちょ、ラグい。あれか。誰かDDoSやってんのか。バカ野郎。ちょっと。やばい。あ、治ったかな。誰か怒ってる。運河のアパートもこれさ、座標がちゃんと書かれてないわ。F ハテナ。F って運河っつったらもうこの辺しかないやん。運河でしょ。まあ確かに。でアパートっぽいところあったよね。うん。ちょっとパラシュート開いていくかな。いや、距離を稼げ。あ、全然稼げんの、これが。103だって。ってことは1階ですか？あれか？もしかあれじゃね？え、ちょっと、誰か登ってね、あれ。ああ、NPC。なんで？あれ、NPC も端っこに登るの？みたいやね。あれ、弾がもったいね。まあ、俺、ミューニションボックスまだ使ってないから。あり。おう、ちょっと一緒に見に行こうぜ、怖いから。え、そっち行ったの？ああ、じゃあ先にそっち行く。オッケー。ちょっとアパートと呼ぶにはこの建物ちょっと立派すぎる。でもこれなんか、でもさ、俺さっきその家一軒家だなこれ、うん、施錠されたドアなんてなかったよ。そっちなんだよ多分。そっち 行ってみようか。はいはい。誰かサブ動かしてんだ。あ、バギーの音。した PMC。 ドムズの空港が手動でレア装備当てやすいです。うめえ。いやー、これ俺の弾爆発弾だったから。ナイス。バギー破壊できた。空港レア装備、そうだよね、空港レア装備めっちゃ手に入りやすいっすよね。それはちょっと天才的だわ。いや、爆発弾、時代は爆発弾っていう。ちょ、NPC めっちゃ消える。弾なくなっちゃったよ、また。あいつらから奪えばいいじゃん、今回は。スナイパーの弾持ってるかな。スアマープレイ。エアストライク。うんま。正規持ってるやん、これ。俺別に欲しいもんないな。
カストフにプレイ。つかカバン1個しかなくね。うん、1個しかない。バグやん。ちょっと武器収納して俺正規持ってくる。こんにちは、お邪魔します。え、こんにちは。いやー、ちょっと今のはね、絶対にアーカイブに残さないと。いやー、一発で爆発したち。いや、俺もいい感じでタッグ M で応戦してたんだけど、一瞬で爆発した。ボーンっす。ボーンって。あ、なんだ。で、103? ここ本当に、ここまず F か。F だね。はい、運河のアパート103。でもアパートじゃん。アパートかって言われたらアパートじゃねえんだよな。しかも運河って言われても運河でもない。いや、運河かな。なんか他に思い当たる場所ある？ウルトラは付近の活動が増加している。警戒しろ。それと個人的にミッションで簡単に経験値入るのを汚染物質回収するやつだと思ってます。あ、汚染物質回収の任務さっきやったんですけど、確かにキャッシュが、何どうした、そこにいたらめっちゃ撃たれたんだけど。え、 PMC どっから撃たれた今。え、この上、あ、待って、この上銃、これ、あ、ちょっと、攻めてくせにあげる。俺も。なんで、NPC かよ。なんだよ。うんだよ。なんだよ。ビビったわ。めっちゃ PMC かと思った。ビビったー。あと12分か。あの B2 のアパート B の方の座標にある船も見てみたいけどさ、ちょっと時間のあれなんだよな。運河っつったってもうこの辺しかないよね。F で運河っつったらさ、北の方面にある運河なんて、この辺は運河に入るのか。運河っていいな、それを。わからん。ここももしかしたら運河かもしれない。運河っぽくはないな。汚い水やん、そこ。こうなってくると、運河っていう、その。科学者倒さないんですか？科学者？ビッグボーイ先輩、今年はクリスマス粉砕配信やってください、M。科学者はね、もう倒しました。クリスマス、やっちゃうか。粉砕配信。クリスマス PMC、粉砕配信。いいけど。PMC。あ、なんだよ、せめて2人のうちどっちか、いや、ごめん、クリスマス予定あるんだとかいうところ言ってほしいところだけど、これからできるかもしれない。ないわ。ないわ。どうしようか。さっき孤島のアルバグラフォートレスの方、回収機が来てたんだけど、運河のアパートって何のこっちゃ。あれも今ピン刺したショップもギリ F 入ってるから、あの辺もあるんだよな。マップのオレンジのところ行ってみてください、うん、あ、これちょ、今は行きません。ちょっといいもアイテムたくさん持ってる。あのジャガーノートいます。あ、ジャガーノート俺たち見たことないよね、まだ。ないな、スペシャルオフィスが見たことあるけど、どうしようかな。ちょっと鍵せっかく持ってるのに使いどころがわからないんだよな。今一瞬調べればいいじゃん。わかった、ちょっと OK Google。 DM、 普通のプレイヤーは調べないで頑張る人がいるかもしれないけど、俺は調べちゃう。運河のアパート運河のアパート103。鍵の使用場所と使い道、車だとオレンジの中入れません。車ダメなんだ。これか。おー、北じゃねえか。え、北な、運河北じゃねえか。何、え、ちょっと待って、あ、ちょっとちゃんと動き、このポンコツスマート、これか。場所で言うとね、
この辺だね。変えるか。じゃあ一回ここで、あ、下でもいいな、どっちでもいいな。下で帰ろう。パラシュート開いて帰ろう。ミューニションボックス出してもらっていい？ああ、今のうちに。弾薬があるぞ。アーマーも負けるなら、巻いとけ。もしくはない。渡すわ。はい。お前には1枚しかやらん。いや、バギーの機動性はすごくいいんだけど、あんな風にね、あの爆発弾持ったならず者に。ヘリアスグで撃ち落とすの楽しいです。え？ RPG でそんなうまく落とせるかな？めっちゃおしゃべりなヘリ落とせるかな？ああ。え、ていうかさ、あの、PMC 乗っけて帰ろうとしてるヘリはさすがに無理よね。落ちてんのかな？なんか少し使ってもダメだったよな、あれ。なんかそういうの落ちるとかあってもリアルでいいんだけどね。墜落するぞ、逃げろ。めっちゃ撃たれてる。海岸の方から撃たれてる。回収地点どこだっけ？ここの回収地点来るの初めてじゃない？かもしれん。念のためにね、警戒。おっと。分かって。敵の攻撃を受けてる。あれもワンパンなんだよな、この銃にかかれば。え、ワンパンなの？ワンパンで、この辺の敵、ワンパンで倒してる。それはせこいわ。吹っ飛んでるこれ。爆発弾だから。いや、このゲームのメタは爆発弾だよ。気づいてしまった。DMZ 最適かよ。対 NPC 用ライフル。だって爆発再生パークが存在しないモードだもん。なるほどね。それはちょっとぜひとも運営にバレないようにね。運営にバレ。この弾マルチで使ったらマジで弱すぎてダメだった。爆発再生盛られてるだけで一撃で死なないもん。じゃあもう耐性つけられたらもう無意味だ。終わり、終わり。あ、あれ、あ、なんだあれ、PMC じゃない。ああ、そうだ。そう。びっくりした。あ、あれは NPC だな。一撃。いや、ワンパンで倒すの楽しすぎる。だいぶ危険な回収地点だよ、ここ。確かに。この穴何？ウルトラカフィン。何でもない。台の方が回収に向かう。すぐに着くぞ。このスナイパーマジで育てた方がいいレベルだよ。なんだっけそれ、追加のやつだよね。そう、新武器のスナイパー。ビクタス X。でもさ、爆発弾ってその武器以外にもあるんじゃないの？ないのよ、これだけだよ。え、ないの？え、ガチでこれだけだよ。DMZ 専用武器じゃん。俺多分、もう揃ってない武器あいつら片付けろしかないけど。この武器弱え。もう弾ねえし。いや、この武器弾持ちいいしワンパンだし、もう。さあ、あのバギー乗った間抜けた敵からもらった製品は保管庫にありがたくしまわせてもらうよ。まさかバギー一発で爆発できると思う。俺がこのタックエムでチコチコと撃ってたところをドガンと。いや俺結構ダメ元で撃ったんだけどね。バギーの耐久力が減っていた可能性はあると思うけど、わからんけど。手に入っちゃったからね。あれで今度回収機呼んでるところに
今度こそ中に入る前に使って一網打尽にしていく。あのね、俺もエアストライクの今少しと思ってるから。あ、もう持ってんの。あ、でもね、そう、うまくいくかな、回収機に乗ろうとしてる奴らにピンポイントで当てるって結構難しいと思うよ。いけるいける。多分いける。なんか今一瞬任務移ったけどさ。何？いや、その、6箇所回るってやつ？うん。1マッチって条件付きだったはずだけど、今一瞬6分の3で移ったよ。もしかして、進行してる？さっきのがなんか残ってるだけで。おい、よし、こうしてない。俺、6分の3に乗ってるぞ。なんで？知らんがもう。あ、で、ここはじゃあ、船行くか。あ。車、あ、車あるね。あ、すぐそこにあるやん。行こうぜ。うんうん。あ、あれ？おお、俺タックエムのスコープ変えたのに変わってねえじゃねえか。なんでや。レッツゴー。おお。何この右。道路でも作ってる途中ですか。建設途中。クシャークの倉庫だってそっち。今や、 やっぱりバグだったわ。バールとドラベル6分の1になったよ。付近の活動が増加している。そこはバグっててもいいのに。あ、なんか撃ってる。左の方か。 PMC、 これ PMC だな。うん。おっと、ここ海じゃねえか。海ダイブしても、まあまあまあ、あった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 。ハンドリングが悪いな、この SUV が。ランクル導入してくれ、ランクル。だってあの船、ねえ、待って、はい、もう止めた方がいい。敵めっちゃいる、あそこ一回行ったことあるから、知ってる。どうする？降りる？降りて普通にね。OK、あんま巻いとこう。マジで敵めっちゃいるから。マジか。俺一回、あ、本当だ。手ぶら出撃でさ、あさってやろうと思って行ったら、うん、やばかった。突破口はここしかないよね、多分。ない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 。もう、じゃあ、あなたは強力なスナイパー持ってるけど、俺は、クソザコ兵士だから気をつけるわ。ワンパンできない兵士いるんだ、ここ。え、5発いるの。コスパ割り。でもまあ一応ここの船制圧してたら敵来る方向大体決まってるから PMC の警戒はやりやすそう。あ、もう先頭の方にいらっしゃる。私さん、立ち入り禁止エリアなんだ。敵強いもんな。なんかいいアイテムボックスの音がする。あ、トラップがあるじゃねえか。やっべ。あ、やべ。ちょ待って、助けて。あー、撃たれた。痛すぎるんだけど。俺一応自己蘇生はあるけど。あ、これ相当気をつけないとまずいっすよ。普通に遠くからスナイパーでパスパスやってるよ。よろしく。契約を特定しろ。うわ、買って。あ、そこ近づくの結構えぐい。やばい。あ、箱の音する。サンプレートアーマー。おいおい、なんでそんなピンポイントにグレ投げてくる。でもこれ結局内部に行かないといけないからさ、中の敵を外を片付けよう。どっちかというと今中にいる敵が外に来てるのでは。そこは立ち入り禁止エリアだ。かなり敵がいるぞ。はい、アーマープレート。
ウルトラ、敵の UAV が飛行中だ。外は見えんな。これここの UAV 動いてるわ。こっち来たもん。いや来てない。いいごめん。自己蘇生します。多分その NPC はやったわ。うん、そうです。これ中制圧キッズ。一応、うん、NPMC が来ないかも。警戒お願いします。今警戒してる。ちょっと待って、ここ一人で制圧のキッズ。いや待って。なんとかしてみせるわ。お、なんかヘリ呼んでる。え、帰ろうとしてる？ヘリ破壊しちゃおっかな。ちょっと待って、 M4 にしとこう。あ、ヘリ破壊した。で、 PMC はいるわ。はい、帰ってるとかじゃないんだ。いってー。危ない危ない。遠すぎて敵の動きガクガクだった。クラスター甘い。大丈夫。あぶね。 PMC はいるけどクソ遠い。こっちに来そうな気配はない今んとこ。 UAV やった。あと1体か。そこぽいけど、まあ一体も割と致命傷になるんで。上のエリアかな。え、 UAV 一瞬で切れたんだが、どこだ。寒か。あ、UAV だ。散歩だな、あれ。マジか。散歩だけどね。マジで。遠すぎて、キャラクターがまともに動いてねえ。めっちゃムーンウォークしてるし。あ、ちょっとそっち監視はよろしく。俺、UAV が、ストリークの UAV があったから、エアストライク今捨ててるから、よろしく。うん、もう去ってってる。去ってる。あ、去ってる。うん、去ってる。警戒係がいると助かるわ。マジで監視役じゃん、そこは。そこはマジで監視役じゃん。このスナイパーのスコープ多分13倍ぐらいあるから、超見える。ミューニションボックス買ったから使っちゃおう。で、あ、ユニソンボックスもう大丈夫そうだからそっち行くかな。オッケー。一等航海士の、一応まだ兵士が一人いるはずなんだけど、分からん。怖。さっきから声だけしてる。クソ怖いよ。一等航海士の部屋が見つかんないんですけど。一番上とかではないのかな。盾。あぶね。おお、盾。便所にこもってた盾が。一方公開しの部屋。ブリッジの貯蔵庫の鍵はあった。違う。え、ブリッジの貯蔵庫の鍵があったって言った今。あ、いや、その鍵が必要なところがあった。あ、それは違う。あ、ちゃうよ。ついでにさっきまた別の鍵手に入れたけど、これはまあまた後でチェックするわ。じゃあ一等公開してる。ここなんでしょ。うん、少なくともこの辺。部屋はいっぱいあるけどな。どっか施錠されてる部屋が。ちょ、詰まるわ。いや、この先頭じゃないのかな、若干手前だったりして。一応この船。あ、待って、そのね、わっ、
かかってる部屋向こうにもあった。また立てて。じゃあ裏か。あれ裏行き。そこからしか行けない。あれここ降りたはいいけど何も行けない。なんだここ。あれ施錠されてる部屋向こうにもあるんよ。あじゃあそこ。なんかそれっぽいな。船の先頭かと思ってたけど。そういえばここ、これ。だったかな。一等航海士の部屋っていうにはちょっと。あ、嘘。は？わあ、なんじゃねえ。なんでもねえじゃねえか、お前これ。俺、記憶障害起きたわ、今。ただの小屋じゃねえか。めっちゃ記憶障害起きた。ちょっともう一回ちゃんと見るか。いやなこの辺で鍵かかった部屋あったな。これねかあの部屋じゃないわ、鍵がかかってんのは。あの道具箱だわ。また道具箱パターンかよ。待って、それじゃあ俺さっき知らず知らずのうちにもしかしたら開けてるかもしんないし、参ったな。何消耗してるそれ鍵。これちやべ、もともとどの程度消耗してたかは覚えてねえ。なんでどこだ。やべ、さっき触ってたかな俺。こんばんは、ね、ハーポ内でカップ麺作ると聞いて。はい、こんばんは。3分間待ってる。これね、多分俺開けたな、さっきこれ。ちょっと待って、開けてるわ。なんてよ。で、開けて手に入ったのがね、サイードにあるモールのセキュリティルーム。うん。で、結局、その、これもまた、施錠されてたボックスを開けただけだから、タスク進んでないと。部屋を開けろと。部屋を開けろっちゅうこったな。アルマズラシティに戻る。いやー、向こうでも回収地点ないな、全然。どうしよう。敵のオペレーターが武器ケースを確保した。タックマップに位置をマークする。武器ケースは何だっていいわ。どうしようかな、なんかどこに行くにしても遠いな。要塞のキーカード拾ったから、まあちょっと要塞はできるよ。鍵は落ちるかもね。じゃあちょっと要塞する。要塞やると通知行くんだよね。うん、今要塞攻略してまでなんか欲しいもんあるか俺ら。なん鍵で鍵、むしろあの鍵失う方が今リスキーだからさ。帰るか。今アーマーも死んでるしさ、帰るか。あのモブ普通におる。じゃあ帰りましょう。回収地点、あれは山の上か。あれ初めて武器ケース持った野良が帰ろうとした場所だよ、もしかして。そうだっけ。ワールドトラベルすんのもまあまだ後でいいか。うおー、ここも何も遮蔽物ないな。これウルトラワン、台の方が逆に敵を狙いやすいまである、こっちからの方が。ちょっと今度はタック M にちゃんと高倍率スコープつけてこよう。ケース持ってるやつ気になるな。敵のオペレーターが武器ケースを確保した。タックマップに位置をマークする。PMC 同士が快適したぞ、あの辺で。そういうことだよ。
帰るぞ。デカ男先輩は狙撃の神じゃないんですか？自分はむしろスナイパー下手な方です。ヨーゴッティステックスとグレインク。この絵文字名前あったの？なんだ、なんか鍵の名前だけ見てもさ、かわいい部屋の会場なのか、うん、ボックスの会場なのかはっきりしないからさ、タスク進まんよ。分かんないね。アパートこそは多分部屋でいいよな。さすがにそれは変だ。さすがにね。それで箱だったら何言ってんの？アパートのこと箱って呼んでんのかってなる。ここどこだ？マジか。記憶が。あ、サイドシティ近いぞ。じゃあ行く？ね、サイドシティ、あ、ここはこれか。これです、ショッピングセンター。そこの鍵だっけ？俺が持ってるのはここの、はい、モールのセキュリティルームの鍵。うーん、セキュリティルームというからにはさすがに部屋でしょこれ。さすがに、さすがにね。この配管めちゃくちゃ走ってみたいな。クソ目立つ。配管ではないか。石油じゃね？流れてんの知らねえけど。運搬してるんですかこれ？石油王が運搬してる。まあなんかこのマップどっちかっていうと中東っぽいもんな。うん。あ、これ登ってパラシュート開いて向こう行けばいいんじゃね？天才じゃん。はしごついてたんだ。じゃあもうここ走ること前提じゃない。最高。ほっ、距離を稼げ。うん、オッケー。うん、この辺も敵が結構いそう。いる、いる。なんか車爆発して横転してる。え？これこれ。本当だ。とりあえずモールに入っちゃうか。あいつやっちゃってくんない？スナイパーさん。おい、一発じゃない。おい、二発でも死なない。なんで俺が食らうはめになるんだよ。あんま巻いとけ、あんま。あ、ちょ、近い。あー、まあ消えたんだが。許せんよ。そいつ今、アーマードしてる。あ、ちょっ。え、もう一人。やばい。ちょ、大丈夫ですか？大丈夫っす。あっぷね。大丈夫だ。え、ここもしかしてめっちゃ敵強い？かもしれん。ここ空港並みに強いかもしれん。だってなんか旗立ってるもんな。アーマーが、ちょっと注意していきますわ。ちゃんとした入り口探すか。真右いそうなんだよな。いたわ。いる。家庭は。おお、うざすぎる。多分入り口こっち。あー、なんか重たい。ウルトラはキャッシュを稼げる契約をマークした。
なあ、どっから撃ってきてる。上だ。あれか。なんか、あれ入れるここ。あ、いいな。普通のショッピングセンターの鍵がいる。なーに嘘でしょ。じゃあセキュリティルームうんぬんじゃないじゃん、もはや。まあ、鍵2個必要なところもあるもん、もしかして。うっそ。こっち一応駐車場っぽいところあるけど、こっちは。お、なんだなんだなんだ。でも何もやってねえ。これ敵のだ。隣接している立柱みたいなところがあるけど、こっから行け？中。どうだろうな。行けなさそう。うっそ、ショッピングモールぐらいタダで入らしてよ。入れねえじゃん。警戒を続けろ。ソリ。マジかよ。できるやん、ここ。嘘。こっちこっち。ああ、弾のアイコンって、そういう？うん。そうか、じゃあさ。いや、アルマズラシティも遠いな。え、あれ PMC？ PMC っぽくね？車両向こう化した。どこ行った？あ、そっちか。降りたよ。一人だ、一人だ。やったやったやった。もう一人。待って待って、裏 NPC、 裏 NPC。まだいるよ。オッケーオッケー、そこ頼む。NPC が。やったやったやった。二人、うん、二人か。二人死んでるけど、一応あそこ。何人かわかんないわ。待って、ここ、今いた。オッケー。オペレーターが武器ケースを確保、位置をタックマップに表示する。爆発だ、メガネ。救援使うわ。オッケー。ウルトラはエリア内の活動が増えている。警戒を怠るな。とりあえずアサリに行く？あんまないからな。あんまないからこいつらからとりあえず。まあそう。ちょっと登れ。どこで死んだ？ここここここ。うわ、バックない。あるか？ない。なんだよ、あされねえ、あされねえ。バグで消えてんのか、花からバックなかったのかわかんないからさ。いや、バックないわ、絶対ないよね、それは。絶対小バック持ってるもん。しょっぺー、倒した恩恵がないじゃん、これじゃ。ね、ちょっと。また上から行けないか、見てるかな。いや、つか、このスナイパー浸透したら乗り物に乗れなくなるぞ。さっき一応、わかんないけどさ、まだ PMC っぽいのが一人、うん。ショッピングモールの正面入り口の方に行くところは見えたけど、わからん。逃げたのかな。あの格好は、ん？車両来てね。どこ？設計図を持ってる敵。ああ、違うわ。脱出地点に向かってるわ。あー、頭しか見えん。あいつら。これ石頭。もう。やったやった。あ、おお。精度 100% だろ、もう。これさ、モールの屋上からさ、うん、入れませんか？うまいこと。ね。行ってみようぜ。あ、あ、おい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 、見ろこれ。なんかあるよ。入っちゃう。やったぜ。あ、スリアマプレート。いや、拾ったところだよな。拾うスリアマプレートぐらい巻かれていてほしいよな。あ、ちょ、危ねえ。トラップあったわ。うは。多分中にいる敵も強いだろうから、気をつけていきますよ。今、しれっとトラップあったんで、気をつけましょう。ん？うわ、いらっしゃるわ。めっちゃタルコっぽいな。
タルコフだね、なんかすごい。タルコフだね。こんなマップタルコフ。やべ、めっちゃいる、めっちゃいる。もうそこ出ちゃったのか。いや、出てないよ。ね、木めっちゃたかれてなんも。わ、びっくりした。あ、俺。待って、カフェで行ってきていい。え？ちょっともうちょっと片付けさせて。3分くらい我慢してた。オッケーオッケー。オッケー、じゃあ一回奥の部屋行きましょう。いや、あいつらドア開けてくるからな。え、じゃあ片付けよう、もうちょっと。こんな危険なところでトイレなんか行けるか。あ、今多分チャンス。敵のオペレーターが危険度を確保した。タックマップに位置をマークする。はい、もう弾出しちゃう。弾薬をドロップする。戻った。いやいや、なんか今、うん、なし変な音がしたんだよね。やられたのかと思ったわ。何？ちょっとあなたが便所に行ってる間3人ぐらい倒しといたんで。あ、ナイスすぎ。制圧しましょう。で、まあ、そのセキュリティルームっぽいところを探すわけだ。はい。おほほほ。トラップに引っかかっとる？ドア開けたらトラップがプチって切れたわ。なんかこの辺セキュリティ、うん、ああ、ちょ、トラップある。ちょっと、いや、アーマーボックスなんていうもの。やった。あ、おいしい。マジで、過去一トラップあるぞ。ね、これ違うもんな。エンファーのバックルームだから違うやつだよな。え、他の。え、ここめちゃくちゃミューニションボックスとアーマーボックス入ってるじゃん。ピンつけとか。マジ？アーマーほ、いい。おいしい。わ、ちょっと待って、ここにもトラップあるじゃん。誰が物投げてんの？わかんない。PMC じゃないよね。さすがに、PMC そんなわけわからんことしないと思いたい。ああ、これあれか。この封鎖されてるゲートの中にいるのか。さあ、セキュリティルームを探しましょうね。めちゃくちゃ気味悪いんだが。アフメドの食料品店の鍵。これセキュリティルームじゃねえよな、さすがに。あった。待ってよ、ちょっと待って。た、大丈夫かな。もう行きます行きます。大丈夫ですか。もう一人左にいるわ。え、あの NPC だよね。うん、そう。やっちゃおうぜ先に。え、あ、左？こっちか。左。うん。多分倒れてると思う。あ、倒れてなかった。全然セキュリティルームに見えねえよ、これ。開けるよ。OK。開けた。敵のオペレーターが基地ケースを確保。位置をタックマップに表示する。
あ、ミッション終わった。あ、延べ棒。あ、この GS 高いんや。とりあえずタスクは進んだな。うん。あ、あとね、グラボは存在するらしい。あ、するんだ、やっぱり。で、グラボを持ち帰るタスクがある。じゃあ、今まで俺ら見たこともないし、ドロップ率の低いものを回収して帰れと。それね、せっかく出して殺されるのが一番やばいんだよな。それはやばいわ。てかまあここさ、本来であればその外の、あれ？なんでこう動いてる？え？ああ、ここは。あ、違う。ああ、元からあい、びっくりした。あ、滑走路のレトロな冷蔵庫の鍵だって。滑走路、もう一回言って。鍵はそっちにあげるか。これこれこれ。わかった。あの、俺のバッグは別に鍵入れるためのバッグではないんだけど。鍵係。俺は鍵師ですか。鍵師。俺スネーク。あ、また鍵だ。パスパス打ってるわ今。まあ、ありすぎじゃない？サティークにある消しの農家住宅を解除可能シーハテナ。ちょ、これマジで鍵師になっちゃうよ。てか今、金結構あるから。どうだろう。そっちに今何本持ってる金？ 6300、足りないと思うよ。いや、さっき延べ棒とかあったからさ、売って合わせれば買えるんじゃない？ただ残りもう10分切ってるんだけど、一応ショップ、購入ステーションは近くにあるけど、でもそれ LTV マウィーゼマーシュに行かなきゃいけない。ここだな。やめてよ、今回やめよ。帰るか、とりあえず。ちょっと帰る場所も遠いわ。うん。さっきの来たところから出て帰るか。まあ、タスク1個進んだからよしとしよう。うん。俺もトイレ行きたいわ。感染してる。おう、あ、そんなところに立てたこいつ。あ、当たってねえじゃねえか。爆発サッパー撃った。はい。お、要塞の急行。要塞。あ、まあ巻いとけ。あ、まあ。このところはもうさらばだ。ちゃんとあるもんだな、入り口が。回収地点どっちがいいか分からんけど、まあ、とりあえずピン刺した方がいいか。あ、そっちまだ敵残ってたはず。あ、いるわ。あ、買って。お、そのスカーフのどこにアーマーを着てるというの。立てる中に。敵の攻撃を受けてる。え、本当だ。はい、なるべく高所を登ってパラシュートで脱出地点目指しましょう。ちょっと待って。アーマーボックス出すわ。はい。帰りますよ。まだ帰ります。はい、ちょっと待って。買いますよ。よいしょ。防弾スカーフすげえ。あんまり距離稼げん。車あるわ、こっち。うん。はいで。銃撃を受けた。はい。何これ。運転席側のミラーが大体壊れてんのは仕様ですか。後ろからパーンと撃たれたんじゃん。よし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 。リアタスクも無理だな、これじゃ。うん。お、なんでこんなとこに。うわ
おお、よいしょ。あ、やべやべ、おわわわ、あ、やべやべ、ピュン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 、やばいんだけど。帰りましょう、早く。アーマーが消えたなら来てください。エリア内の活動が増えている、あ、警戒を怠るな。聞くわ、車体貫通しててくさ。おお、なんランチャーってくんの。もうあ、やべ、普通に兵士いる。どこ行った今。あ、そっちか。いや、このスナイパー極限まで長くしてるからな、もう。はいはい、回収地点来た。帰りましょう。またまた鍵が大量に手に入っちゃったな。まあ今はさ、なんか使わないで取っといて、鍵が必要なタスクもあるらしいから。だってさ、こういうところも鍵で開けれるんだよ。ダルス低いよマジで。そんなに鍵いるか。ピッキングでできるでしょ、こんぐらい。いや、ショットガンっていうマスターキーがある。その突入するじゃん。あ、なんか歩兵来てる。こんなところ死にたくない。着陸地点に来るな。めっちゃいるよ。さよなら。台の方は回収地点にいる。いいか、長いは無用だ。しかもここにこの止まってるトラック、先に逃げたトラックでしょ。そうだ、おそらく。あれだ、乗り物破壊チャレンジがあったから。そう、あのチャレンジ累計のやつがあるんだよ。え、あ、そうなの。そうそうそう。へぇ、あ、破壊した。あの、なんだっけ、コーリングカードが手に入る。へぇ、いや、今日も京都で順調だわ。うんうん。鍵が3本。3本。オペレーターキル2。でもオペレーターキルがなんで200経験値にしかならん。しょっぱいよな。もうちょっともらってよくね。ちょっと自分一回トイレに。うん。脅威が高いため光線が予想される。車で旅すっか。車は近くにあるね。うん、トラックだけど、トラック、まあ一か、トラックで、まあ、あ、もう一箇所行ったんだこれで。とりあえず外周適当に回ってりゃいっか。うん、で、あとあのガソリンがなくなる。おっ、できる。DMG でこんな荒々しいってやったら、もう一度拾っとこう。ロックウッドじゃん。もしさ、うん、ガソリンスタンドがさあったら印刷してやる。ああ、いいよ。箱だけ乗れ。うるさいなそれ。とりあえず外周、ガサスタル。あ、ガサスタル。じゃあ給油してこう。あれ、 DMZ って旅をするゲームだった。旅をする。おお、あ、ちょうどあれじゃん、耐久減らしてくれたから修理もできる。ああ、さすが脳なしの NPC。 何これ、壊れねえ。買った。
あっかこれ別に NPC から攻撃受けなくたって運転がやりにくくて勝手に傷ついていくわ。つうか待って、ガソスタって敵、おわちょ、あれ、PM、お PMC。 今回武器うんちだぞ。うんちだし、車もうんちだぞ。これやばい。じゃあガソスタ寄るだけ寄ってなんかできねえかな、これ。ガソスタ NPC おるんや。どうする？戦うかとりあえず。後ろついてきてる。チンチン。あ、ダメだ、もうこれ降りないと。後ろのついてきてたやつ。おー、ちょちょ。あ、ロードキルされちゃった。あ、ね、めっちゃマリオカートされたね今。うわっ、ちょっと引かれた。もうまあそれが最強だもん。ちょっとせめてバレないところで。え、なんでこいつなんで敵死んでんのどう集中してるじゃん。なんだよ、もう神々の遊びをしに来たんじゃないぞ。ワールドトラベルしたいだけだったのに。もういいよ、死ぬよ。はい、もう一回。ああ、もうスリアマなくなっちゃった。まあ、いいか。いや、別に。もしかしたらあいつらもワールドトラベルしてるやつらだったかもしれないしね。ウルトラはキャッシュを稼げる経営のタッグマップで確認しろ。こういう車バトルの時に勝てそうな装備にするからね。リーサルとか。C4 とかさ、持ってってペタッと。C4、肩弱すぎて全然飛ばないよ。センバックスの方がマシ。肩がダメだ。肩、ダメ。ちょ、ウェイトトレーニングしてもらっていいですか。まあ、いいよ、別に。うち、これで失うのはアーマーとバックパックだけだからな。実質無敵の人で。そうだよ。適当に持ってってまたやりゃいいかな。ちょっと育成する武器も1、2本しかないんで。列車近くにないかな。あれ、列車、ここ列車のとこじゃん。ダッシュで列車だよこれ。いや全然違う。違ったか。むしろ列車も行ってる。始発のところだったか。ここ始発ってか。まあとりあえず車、あー、なんかこっちにしよう。車あった。あった。近くに要塞がある。一瞬。お、バジリスク。あ、バジリスクタスク受けてればな。バジリスクタスクって何？さっき新しいタスクで、バジリスクを入手した後、これでヘッショで NPC キル12回ってある。え、なんか、すぐにバジリスクがあれば楽だけど。これ、なんか警察学校によくあるらしい。ああ、警察、確かにありそうや。なんか、ショットガン、ハンドガンってエーペックスみたいな構成だな。これ、手ぶらの拾ったスナイパー、今。手ぶらの拾ったスナイパーってどういうこと？ああ、サブなし、メインスナイパー。はい。よし、旅すぞ。ちょっと一瞬、朝、豆腐屋って書いてそうなやつ。いや確かに。なんで、この世界のハッチバック、なんでみんなこんな白いんだよ。絶対イニシャル、おっ、え ?NPC だった。ああ、こっちじゃダメか。ガソスタあったら教えて。見てなかった。もうガソスタ過ぎたけど先に回る。わかった。まあ、そこら辺にあるよ。頭もジム。なんか1ミリぐらい削れてるからいいんじゃねちょうど。オッケー。これはイニシャル M。頭小字 M。あ、MW。でもさ、ガソスタ大体 NPC いるから先に片付ける。いるよね。まあ、ちょっととりあえずこの辺に止めて敵を片付けちゃう。あれ？何もいない？
いや、そんなわけ。何も見えない、今のところ。え、じゃあ、じゃあ、持っていこう。さっきね、車でとりあえずガソスタに近づけば、勝手に給油となんか回復みたいなのが始まったから。ね、そう、チンチンってこれでよし。チンチン。で、進むのかな。一応今、修理と補給が進んで。完了した。ああ進んだ。え、じゃあさ、ガソリンタンクを何個回収する。このガソスタからまたちょっと方向に下がって、わざと車をこういう風に事故らせて事故らせて、ものすごいスピードでガソスタに突っ込めば、はい、で、チンチン、はいはいはい、ん、あれ、あ、すんだ、はい。で、タスクが？それで進んだらズルだな。タスクが、あ、じゃあタスクちゃんと見てなかった。5つのガソリンスタンドでだからダメだ。あ、違うガソスタ行かなきゃいけない。くそ。じゃあ旅するぞ。乗れ。ちょっと今漁ってるから。どこ？あ、いた。でもガソリンタンクさ、回収ってあるけど。あった？あるもんなんじゃないのか、こういうところに。ないんか。別にあの、これまでそのさ、ガソスタ、あるじゃん。ウルトラ、任務を完了するには目標を持って脱出しなければならない。移動しろ。タンクって意外と至るところにあるけどね。確かに1個は拾った。じゃあ次のガソスタ行こうぜ。うん、何個だっけ。何個ってだるいな。これカバンの中全部ガソリンタンクで埋まるじゃん。とりあえずこの広い道をひたすら走るつもりだけどさ、この先またなんかあるガソスタ。もしかしてムグ38の設計図狙ってるんですか。あ、今はひたすら DMZ のタスクを進めてるだけです。いや、なんか見たことあるの、タスクでその設計図が手に入るの。ガソスタないっすか。あるある、はい、ちょうどある。外周走ってるだけで OK。 ロハンオイルってところ経由していくよ。トラベラーやんないといけないから。あー、 OKOKOK。 なんかいい、よいしょー。うん、でわざわざ中通る必要はないから。お世話になりました。DMZ 限定の設計図いっぱいあるから、欲しいっちゃ欲しいかもしれない。この86モード燃費めちゃくちゃ悪いぞ。これリッター 100m ぐらいじゃん。ヘシいる。いるんか。リッター 100m はいます。終わりかな。俺はタンクを探索してるよ。じゃあ俺は車を直す。アーマープレート美味しい。チンチン。なんだよこの人。もうサンプレートアーマーよし。次のガソスタもピンつけるよ。はい、オッケー。ちょっと次はじゃあこのアルサファクオーリを経由して次のガソスタへ。うん、謎の旅始まってるな。アルサファ、あ、こっちか。これウルトラはエリア内の活動が増えている。警戒を怠るな。この辺まで来る PMC いるんかな。いいけんじゃね。いいじゃん。ほんのちょっと近づくだけでもうエリアに到達したってなるから。あ、はいはい、よしよしよし、さよなら。
簡単なタスクだわ。なんかね、俺のイメージだけど、マップの南に行けば行くほど PMC と会う確率が高い気がするんだよ。ほう、そう思って。あ、やべ。やべ。あ、ちょ、やばい。ちょっと。シュリーながら。つか、あ、なんか、ヘリ来てる。だって、中にガソリンタンクあるから拾ってほしい。ちょっと待って、オッケー。ビジュアルおかしい。行って。え、どっか、やべえ、建物の上的にいる。ガソリンタンク車もそう。タンク鼻に打たれる。あれ入らん、なんで俺今3個持った。俺、これで2個。もう2個か。いや、1回で終わんないかもな。これさ、こっちに SUV あるから乗り換えようぜ。強そうな方ね。はい。次、ガソスタ、ここ。ロケーションさしてくんない、ロケーション多分これ右ロケーションだよね。これそう、ここハフィトっていう価格だから。ああ、オッケー。あと1箇所、1箇所だから、そうだな。あ、ガソスタの方面ロケーションだな。あ、さっきのショッピングセンターじゃん。そうだね。これでワールドトラベラーは完了やね。うん。あ、オッケー。ガソスタ、ガソスタ。あ、兵士たくさんいる。はい。ちょっと一回こっちに止めて制圧しましょう。上のボール、あ、下手くそ、あ、下手くそ。あ、下手くそ。うわ、スナイパーダメなんよ。スナイパーダメなんよって。また近くに降りてるし。マジかよ。このトラックはこのトラックじゃない、 SUV は。なんだこいつ。あぶねえ。チンチン。どっからグレネード飛んできた。超的確なグレネード飛んできた。あ、てか何これ、橋挟んでモカソスターある。うん、はい、完了。なんか、あ、待って、あれ絶対 PMC だわ、あれ。え、PMC？ うん、タンクあったから拾っとく。なんか、あ、あれ待って、 PMC 同士が戦ってる。行かない方がいいと思う。撃ってみていい？多分俺見られた、スコープ。うん、いいけど、はい、でダウンしてもどうせ倒せないで。あの距離だし。そうだね。しかも俺スナイパーだけだし。ガソスタの場所変えるか、こっちするか。あと多分ガソリンタンクも俺今3つ持ってるけど、タスク終わったんじゃないの、これで。俺今3つ、あと1個だよ。あと1個か。じゃあ次のガソスタにあるんじゃない。うん、これでタスクが一気に2つ終わるから楽々だわ。タンクちゃんと持って帰れれば。はーい。襲撃を受けた。あー、ヘルメットかぶってやがる。いいえ。PC 多いな。あ、なんだ、まあ、この車固定であるのかな、なのかな。え、NPC いるぞ。うわぁ、一日も。はい、タンク探しよろしく。あるあるある。よし、じゃあ終わりだな、これ。
回収地点ここ近いよね。でガソスタータスク駐車料修理終わり、帰りましょう。フォードみたいな SUV だな横長だし、横しかもなんかあれこれ後ろのシートちゃんと革使ってそうそんないい車なのこれ合成か知らんが安っぽい。あ PMC あれはロードキル。いやちょっとあでも ガソリンタンク持って帰りたいから回収して帰るよ。どっかある遠いよ。まあ多少通して。お兵士多いな。な 900m。 いやあれ引きたかったな。ハンドリングかちょハンドリングだわ。ハドリム良すぎたらロードキルゲーになっちゃうからな。まあね、トラック乗り換えてもいいけどゴミかなトラックは。最近今半分しかない。帰っとくか。うわ兵士多いな本当に。うわっ運転しにくい。私たちはガソリンタンクを持って帰るだけだもん。絶対持って帰る。7個だからってマジでだるいんだよ。パパン大事じゃないと一人じゃできないでしょ。いや普通のアサルトライフルとかだったらもうあれ車乗りしててパパーンと2人ぐらい言ったかもしれんちゅうのに。あ違う。あれ読めない。あ、読めない。これ、トラック邪魔じゃね。あ、いや、邪魔かも。ウルトラ1、台の方が回収に向かう。距離はあと2キロだ。あ？何？いや、わからん。あ、AQ か。ちょ、やばい。この PMC なのか NPC なのかよくわからないやつ一番一番やめてほしい。これ縦にして帰る。そろそろ爆発しねこれ。どうだろう、わかんない。はい、帰ろう。よし。おや、何をピンク言って、やめろよ。おなかどうした。よし、タスク2つ進んだ。うますぎ。ガソリンタンクが微妙。スティム回収って使ったらダメかもしかして。え？あ、本当だ。でもさ、一応スティムさ、カバンに突っ込めばいいんか。デフォ装備で。あるからさ。そうだ、ね、エリアで探して回収するならダメだけど。なんて書いてあった、タスク回収するだけで9個。ほーん、じゃあ俺普段スティム持ってってるからこれカバンに移しちゃいいんじゃないの。そうだな。
また地味なミッションになっちゃう。あ、じゃあカバンに移してミッションボックスで回収してカバンにまた入れる。それは帰り際にやろう。うん。とりあえずは警察署が近くにあると。あ、そう、その警察署の近くに行って警察か何かを倒して、でバジリスクがあれば回収ね。うん、そうそうそう。海。海。な、このリスポン初めて。どこ。なんか。いやー、遠い気がする。時計台違うか。遠い。向かうとりあえず。うん。どこだけ警察ここ。これさ、一応運河通って行けなくはないんだけど、船ある近くに。お、待って、敵いっぱいいる。え？あ、よっしゃ。お前下手くそ。今のはずさ。船ここにある。お、これはスナイパー苦手だって言ってんだろ。つかさ、分かった。俺らこの前さ、この辺で船拾おうとしたじゃん。あ、泳いできたやつこっから。そうじゃない。絶対そうでしょ。この辺からリスポーンして船取ろうとしたんでしょ。あのソロの哀れな。哀れな。じゃああっちにもリスポーンしてるってことで。え？ちょっと。いや、あのリスポーン位置が毎回固定されてて。まあ、分からんけど。リスポン位置は固定だけど、リスポンしてるか分かんないな。うん。おい、アーマー巻いとけ、ちゃんと。忘れてたわ。あと、俺のためにアーマー探してくれ。しょうがねえな。え、今、銃声した？あ、包帯。撃たれた。いや、分からん。だってか、俺、スチーム。スティムバッグに入れとくか。じゃあミューニションボックス出すか。あ、これ違う。今まだ出さなくていいじゃん。リバイブピストルだこれ。さっき変えたんだ。そう。包帯もさ、探さなきゃ。あれ。おっと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 。こいつら包帯持ってないかな。あ、持ってるじゃん、スティーム。あ、マジ。宝石も持ってるわ、普通。収納しとこう。あ、ショット。あれ？俺今収納したのに消えたぞ。あ、なんだ。まあいいや、じゃあちょっと危険だけど、運河を通って。あ、つか一応これ。撃てるやつ。撃てるやつ。強い船じゃん。あ、しかも前後ろついてんだ。いや、俺を撃つね。タちゃんかな。そう、ダンスができるんですよ。これ通れる？撃てる。アンテナっぽいのがぶつかってる気がするけど。え、じゃあこれ弱そうな船に乗ってる PMC 倒せる？まあ、まあ、でもさ、ここボートで通る人おらんでしょ。まあここはいないか。ただあのめちゃくちゃ目立つんでよろしくお願いします。ちゃんとクラクションある。こっちで合ってるな。合ってるな。結構遠いぞ。わかる。車で行くよりかは近いだろうけど。NPC いそうだったけどいなかった。もしかして意外と平和かもしれん。
敵一切いないけど。いや、いるはずなんだよ。おっ、おっ、やばい。あ、いや、痛い、やばい、俺死ぬ。あい。ヘルプミー。なんか俺乗っちゃった。ヘルプ。おー、なんで運転手の俺がこんな目に。あ、てかこれも一応ここで修理と、あ、できる。チンチン。燃料補給する必要があるかって話だけど、てかもうここ降りていいよ。行けるよ、ここからと思って。ウルトラマン、エリア内の活動が増えている。警戒を怠るな。よいしょ、ちょっと降りて。なんか銃声したな、今。それ今ピン刺してる、それアメリカ大使館じゃね。え、あ、どこ刺してる。間違った。あ、ちょ、ラグい。すごい、そっちカクカクしてる。なんか銃声がした気がしたんだけど。あ、あれは NPC。鍵だけはさ、都合よく持ち歩けたらいいのにな。なんか失うものとかじゃなくて。あれあれ。ちょっとなんかいい感じでパラシュート開いていけないかな。あれ、あ、やべ。ウルトラは敵の動きが活発化している。あ、やべ。あ、助けて。逃げる。これスナイパーしかねえんだよ。拾えるよ、なんか適当な武器。拾ってるの忘れた。いや、拾ってるの忘れてた、奥さん。ちょっと行っちゃおう。あれはラスアルマスカルテルのエルトレアドールだと思われる。ヤクに対する契約は有効だ。近寄ってキルを確定すれば報酬を得られる。このセリフ前にも聞いたけど、何のことかわかんないんだよな。今なんかね、確かにちょっと硬い敵を倒したんだけど、そいつかもしれない。チェックしてみてよ。いや、もう遠い。遠い。泳ぎか、これは。いや、すぐここに橋があるんですか。あ、ちょっと、そっちは車線が怖いから。もうさっきからドンパチやってる俺らに車線もクソ。このショッピングモールも確か鍵が必要なんでしょ、別の。なんかあった気するな。あ、あ、でもここは入れるんだ、普通に。包帯はなさそうだぞ。てかさ、本当にグラボ見かけないけどさ、グラボ見つけるってタスクが発生するわけ。するわけで。だり。見つけて持ち帰んなきゃいけない。しかも。奪われたらたまったもんじゃないけど、タスク発生しない敵が拾ってもね。いや、そうなんだよ。いや、タルコフだったらな、持って帰ってさ、それを取っておけるんだけどね。このゲームもさ、その。すべて現地調達。アーマープレートとか、ね。保存できていいのにね、わざわざ現地調達しなくても。わかる、めんどくさいじゃん。まあ格差がないのかな。良くも悪くもしょうもない装備でも勝てちゃうから、格上に。しゃべり声、ああ近っ。でもバジリスクが、そうだよね、バジリスクを探さない。あと NPC あんま倒すとバジリスクで倒す敵がいなくなる。だと、そんなこと言ったってな、一人で行動してる NPC の方が少ないか。まあね。つか NPC いないんだか。
警察学校にバジリスク鍵？警察学校のもしかして。ちょっと待って。いや別に中に入る必要はないんじゃないの。だって周りにだって NPC はいたりするんだから、入れた方がバジリスクの確率がね。だけど今多分この学校の鍵持ってないぞ俺。うん。どっちみち。しかも NPC いない。いた。盾なんだが。くらい。こいつハンドガン持ってん。GS だ。え、なんでこいつだけ。俺らの2人のうちどっちかがバジリスク。あ、そうだね。どっちかが手に入れる。こいつは持ってない。これさ、ショッピングモールがさ、うん、あ、なんか鍵あった、違うとか。ショッピングモールがさ、天井から侵入できたからさ、ここも上の方に行ったらなんかインチキできたりしない？どうだろう。さすがに警察学校無理。ショッピングモール足音はすげーするんよね、なんか。うん。はい？無理かな。あ、ツアーマープレート。どっから上行った、それ。はしごがあった。あった。まあ、窓も鉄格子ついてるしな。なんかないかな。お、びっくりした。ここてっぺんなんだよな。ラール MG。 うわ、ないわ、侵入口閉まってる。どっか開いてるかなって思ったんだけどな。いや、意外とどっか開いてないか。どこも開いてに。さすが警察学校。めちゃくちゃ喋り声すん。さあどうしよう。じゃあ金稼いぐか。金？金稼いでショップ。でももうあと12分、13分しかないんだ。ジャム。包帯か、包帯だ、包帯。この周辺のコンテナとかチェックしてたらバジリスクあったりしないかな。一丁手に入りゃいいんだしさ。そうだ、あ、あさられてるわ、もうここ。うん。いや、そうなんよ。そら敵いないわけだわ、まあ、もしくは保証スロットでセットすればいいんだけどね。惜しく車で押し込むしかないダブル。こっちの建物どうかな。なんかな、うまいことやったらバグかなんかで入れそう。インチキしようとしてる。出れなくなりそうな。でも、うん、この辺ももう完全に漁られてるな。つか、さっきバジリスク磨けてたなら、持って帰ってくればよかったよ。それ。今、薬品棚あったわ。これか。トイレだ。ああ。ああ、薬品棚ってそれのことでよかったんだ。その、トイレにあった。とりあえず、我々が今持ってるそのミューニションボックスで、ああ、って言っても、そっちは持ってないのか。スティムはまあ、バッグに入れる分確保はできるから、帰ってもいいけどね。あ、つか、薬品棚にスティム入ってんだもん。お？いや、トイレ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 。大体の民家にはトイレがある。ほら、トイレの薬品棚、オッケーオッケー。とりあえず脱出地点にピン刺しとく。
なんだこの家。あ、家じゃない。なんかこれ、タラク密輸人のオフィスの鍵。持ってたかも、なんか俺それ。あ、持ってた。今鍵ありすぎてさ。お、随分遠いぞ。もう帰るぞ。え？まだ包帯集まってなくね。慌てるな。これあの、我々持ち帰ることが任務だから、いくら集めても。ね。それもそう。危険が伴うよ。だから俺はそこにある車を回収する。うん。あ、包帯あった。任務を完了するには目標を持って脱出してくれば。よくわからんところに落ちてる。え、じゃあこっちのテーブルにも包帯あったりする？あ、包帯ある。え、てか何？これ車どこ？え？なんか表示バグってんじゃねえか。あ、鳥居の弊社の鍵。あ、これあれ。ん？なんか知ってるな。車のアイコンがあったから従ってきたのに何もなかったか。取られたんじゃないですか、すでに。え、拾ったら移動する。え、そんなことある？まあ早くしないと置いていくぞ。今そっち向かってんだよ。キュイーンっつってる。ストリークの音じゃね。なるほど。おもちゃのナイフ、なんだこれ。大したもんないな。随分入り組んだ回収地点なんだけど。住宅街ってショッピング街で、なんか知らんけど今回収機呼んでさ、ここ上乗れるから俺上行っとこう。ここから監視じゃ。こんなところに来るやつにはいないだろう。どうだか。さすがに。なんならヘリここに着陸してくれていいんだけど。台の方は回収地点で待機している。急いでここまで来い。そこは危ない。プロペラ当たる。あ、やべ、スチーム。あ、OK。2個を回収した。俺4個。あ、いや、3個だわ。スティム何個だっけ？あ、4個ある、4個。9個だっけ？ 9個は回収しないといけない。次で終わるね。テキストブレインズ。よし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 。バジリスクに今進まなさそうだな、なんか鍵ないと。たまたま見つけたものみたいな。うん。俺今バジリスクを最初使ってたけどな。
もったいね。保証枠で。じゃあ、ちょっと俺も首が痛くなったんで、今日は、この辺にしますか。うん。まあ、今日も一回も死な、あ、いや、死んでるわ。車にひかれてるわ。とりあえず、保証スロットを最低2つにすることを目標に。はい。やりたい。つうわけで、お疲れさんです。うい。